さんの談義。左からね、8行目、2、9、2、4、1、5、7、8、これ武州金華山国対委員高等前、ちなみに総と故郷今だませざる時以下、し曰く故郷、総曰くまして後以下、し曰く故郷。こういうふうにね、故郷っていうのはね、磨かないで放っといていいもんだよ。でも都そういう話がね、だから今故郷は周りと同社する。昔から故郷っていうのは磨かなきゃ。そうしてみると今度名居もしかあるべきか、名居も磨かなきゃダメなんじゃないかって言うと、いかまさに広く諸物とその道にわたる山岳あるべき。それでまあその今の159ページの上の段のその文言ですね、ちょっと見てください。この字を衛生と要せば我が社に一面の故郷のごとくに愛に至り、故来たれば故献期、勘来たれば勘現、それはこの前の話。今の話は時に芸者入れてとたちまち名教来に会わぬ時以外にしてね、その話だったんですね。ところが今の今度読むところはこの詩には古漢共に隠る、その話説法堂の古漢共に隠るは古も漢も名教には不意になりと、このクイーンの道理いかに言うの名車が名教を持ち出した途端にこの説法は股間ともに隠るって言われて、このクイーンの道理はいかに言うの、股間すでに来源すること、故郷を愛き軽下せざるに何としてか今不意になる。あれね、故郷はね、今言ったように今私の言葉で言いや生まれる以前に戻されたっていうね、そこから見る鏡だ。それでもそこに何もないわけじゃないもんね。今我々生まれる以前に戻されたって言ってもそれ見てる言ってる自分があるんだからね、押すと何も映らないもん。だから古漢がそこに来源する、古漢が来源すること、故郷を愛軽下せざる限りだ。だから故郷は名郷の道理があると、ね、ところがそれなのに名郷来の時どうして今ここじゃ共に古漢共に隠れというか、で故郷はたとえ古来古言寛大寛言なりとも、名教来はおのずから名教来なるがゆえに古漢現の古漢は故郷現の古漢は不意になるが、これね、故郷と名教と今言ったようにたった一つの座禅の裏表なんだからね、そんなに違ったもんじゃないんだけど、それがどうしてここで隠れちゃうのかっていう、それに対して故郷はね、たとえ古来古言寛大寛言なりとも、要するにね、一切名教は名教っていうのは今言ったように全ては私の命、そういうふうに明らかなんだが、同時にそれはまた超えてるところあるでしょ。そしてだから名教も故郷っていう道理がある、故郷も名教っていう道理があるし、名教も故郷っていう道理がある。で要するに
だから別々のことを言ってるんじゃないんだけど、今は故郷は説法が成就した。そしてその時には芸者の名教には関係ない。それから名教は芸者が成就したところ、その時は説法の故郷とは関係ない。全くね、だから我もまた如れ、何もまた如れ、そういう道理だ。そういう意味で、だから説法が故郷を持ち出した時には芸者の名教は隠れてる、名教、あの芸者が名教を持ち出した時には説法の故郷は全く隠れちゃう、ね、だから故郷伝の古漢は悔いになるなり、しかあれば説法道にも故郷一面あり名教一面あるなり、それでこれあのだから上にね、あの故郷という言によりて名なりと学することなかれってあったでしょ。そういうようにね、説法と芸者の言葉をあのこう引き合わせて返してはならない、やり取りなくってしかも別体でない、こういうのがね、あの内法という注釈法に出てくるそうですね。で、まあ、文章としては難しいけれど、そういうこと。小唐明鏡来の時、故郷現の古漢を軽蔑する、すべからざる道理、諦め欠場すべし。要するに、明鏡がやってきた時、故郷現の古漢を、軽蔑しないっていうことね。それは道理、あの当たり前なんだ。しかし今今回同種する故郷の古来古言、寛大寛言は故郷上に来言すと言われる。この故郷っていうものがあるから、その鏡の前に来言するして映るっていうんじゃないんだ。要するに普通の鏡だったら、この鏡があって、そして顔を映すから俺の顔が映る。だけどそんなもんじゃない。今故郷って言ったってね、あの全く故郷上に来言すると言われた、故郷裏に来言すると言われた、故郷外に来言すと言われた、故郷と同産来言すと言われた、この道を聴取すべし。これ全くね、その故郷とあの古漢とって別々のもんじゃないんだ。もう 古が現れた時には古を現ずる、漢が現れた時には漢を現ずる、それが故郷。それで古漢来言の時節は故郷の古漢を現代せしむ。だからこの古漢が、あの古や漢がやってくる、それで現れる。それはその時は故郷そのものの古漢来言する。で古漢不意にならん時節も、それだからね、その古や漢が共に隠れた時は鏡だけは残るさ、存守すべきと同守せれば現に暗く来に殺そかない、錯乱と言うに及ばざるなりものない。だから股間から離れて何か鏡が残ってるから、そんなもんじゃ、今言うように股間って言ったら、あの故郷の股間、故郷そのものが股間だ。生命っていうのはそれものだ。それを何かあらゆるものを取り去っても生命がコロッと残ってるかと思ったら、これは大違いね。で錯乱というに及ばなので、それからその次の、時に芸者いわく暴行はすなわち叱らず、
説法が股間ともにかかるのって言ったのに、電車がこうって言ったのに、私はそうじゃないって言ったの、また言ったね。と説法には何時そもさん、電車いわく、ソース学は保証とおかしい。今、電車の言う高保証とへの言葉、いたずらに探すべからず、いわゆる保証とへの来な、保証とへの生な、不死の動機にあらずば、何としてか格のごとくならぬ、ない。なので、今、説法と、電車は説法の弟子なんだけど、保証とへって、厚かましいって、まあ、言いたいところだけど、そうなんですね。これはね、暴行すなわちしか、説法や何時そもそも現者よ、少すらく保証とおかしい。今、現者の言う高保証というの言葉、いたずらに探すべからずつまずいちゃいけないって、ね。いわゆる保証というの来なる、保証というの生なる、不死の陶器にあらずば、あらずばっていうこれを。師匠と弟子とね、その呼吸があっていなきゃいけない。どうしてこのようなことになるかっていうね、要するに呼吸があっているんだ。だからすでに少数楽は和尚とへならぬ理説は陰謀に定めて文書を脈へすべに、もう脈へっていうのは何時へしたよ、こういうことで、聞いてくださいって言った時にはもうお互いの気分が分かり合っていってるわけで、すでに文書の霹靂するには回避のところなきないと、この問いの激しさ、激しい響きだ。これは霹靂っていうのは雷が激しくなることね、霹靂。だからこの問いの激しい響き方をこれ避けて通ることはできない。で、その次は、説法や、たちまち明鏡来に合わぬときいかん。だから、現者に言われて、説法はまた改めて問い直した。この問いは、不死ともに参及する一行の故郷ない。結局、そういう問いは、弟子と師匠、ともに、故郷を、あの面からこの面からって言ってることは、芸者曰く、白雑す、砕け散っちゃった。この同士は百千万に脱水するとなる。これ大体ね、この前も話したけど、明鏡、すなわち大にあらずっていうの、話したんですね。結局はね、次第の教自体は不可得なんだ。もうすべては不可得で、これを算学すれば白雑水になり、明鏡と雑水と一体無二。雑水の性は無性、明鏡の性も無性、故に雑水のかかるところ明鏡で全く二つなしというのが文言の中に出てますがね、結局明鏡って言ってね、何もこれが明鏡ってあるもんじゃない、全く無償っていうね、章がないんだ。明鏡も故郷も章がない。これだからこの無償のことは今百雑水って言ってるわけですね。それでいわゆるたちまち明鏡来に合わぬときは百雑水なんです。明鏡、たちまち明鏡来がそのまんま百雑水、百雑水を三徳線は明鏡なるべし、百雑水の処方があらゆるものが
そのまんま名経だ。名経を道徳ならし者に百雑炊なるべきがゆえに、名経というのをね、言い表すのはどうしても百雑炊だ。あらゆるもう粉々に砕け散ってるってことですね。あれ無償って雑炊の枯れるところ名経ない。だからもうその無償っていうことがそのまんま名経なんです。で先に未雑炊になるときあり、後にさらに不雑炊にならん二節を関係することながら、いや以前にはね、まだ雑炊していなかった、それからまた後には雑炊でない、そんなようなことじゃない。そんなこと関係ってのは管の穴からこう覗くっていうことですね。そういうことを考えちゃいけない。ただ百雑炊だ。で百雑炊の対面は古春の逸なの。百雑炊に出会うことは全く兼ね合いがない。無償だけだ。無償の実物だ。これ、はじめに言ったように、我々は頭でもう二つに分けて考えればこそ、それでいかにもあるように思うわけね。ところがそのような分かれる以前って言ったら、これ全く無償なんで、その無償の姿は今、百雑炊って言ってたでしょ。しかるに今言う百雑炊は故郷をどう処するか、名郷をどう処するか、今百雑炊って言ったけど、これは故郷のことを言ってんのか、名郷のことを言ってんのか、さらにこう一点をなるし、一点をっていうのはね、観点を変えてみる。それでまた故郷を同種するにあらず、名郷を同種するにあらず、故郷名郷はたとえ問題徳ないといえども、電車の同種を義にするとき、車歴障壁のみ厳然せる熱端となりて百雑炊なりとべきか。いや、これは今百雑炊って言ったけど、故郷のことも言ってんじゃない、名郷のことも言ってんじゃない。今故郷と名郷のことを問題にしてきたけれど、言って電車の言うところをね、同種を義にするに時、押し量ってみるとき、車歴障壁のみ厳然せる絶端となりてっていうのはね、もう鏡そっちのけにした。本当の車歴障壁のみのが現れた話となってた。本当のつまらない百雑炊でしかないのか、こういうことね。あ、この辺で道元禅師鎌かけていられるんだと思う。それ結局はそうすると、あ、それじゃあうっかりすると本当の百雑炊でくだらないつまんない話になっちゃうんだな。で、それじゃあ不合格かなって、落第かなってすぐ考えるじゃない。ところがね、不合格落第しても、不合格減の時は不合格来だ。だから落第減の時は落第来だ。つまりそれが故郷ってもの。つまり合格、普通我々うっかりすると合格不合格の話にしちゃうでしょ。これで、あ、これはいいのか悪いのか、で、これは分かって言ってんのか分かって言ってないのかって、こういつも二つに分けちゃう。ところがそれを分かれる以前こそが故郷だ。でか、またそれが名郷でもある。こうなってくるとね、大切なのはそういう合格不合格をひっくるめる。合格不合格の分かれる以前の
故郷名郷の深さを見なさい。そこで最大の行団そばさん砕け散ってしまった後の形はどんなものか、万古壁間空海の月、要するにこの古いね、この何ていうかあれですね、水の深淵のこと、古い淵だ、深い淵、そこへ空海の月、全部まあ壁間古い淵の深さはこれ限りないと同時に、また国海の月の高さも限りない、こういう意味ですね。 上を向いてもあの無常だし、下を向いても人輪だし、で脳書一枚、どこまでも深いですね。これまああのそれが百座水のねあの姿だ、行団だ。これがね、だからなんていうかな、いわば私今このもの作ったもの実物の深さっていうのね、我々の概念的にばっかりこう生きてんだからね、だからこれはもう平面です。ところが実物っていうのはこれも限りなく深い、だからこれまた実物をそういう深い実物の話っていう、これが仏法の大切なところだから、そういう仏法の深い実物をこう目開かなきゃ、そういう深さがあると、その深さはどこまでも磨いていかなくちゃならないって話に、だんだんこれこの故郷の巻へ持っていくわけだからね、今そういう深さがあるぞっていうことを言われてるわけ。それからその次のこれはね、これ道元禅師の文章、あのこの消防現像にはね、あらかじめこの和をまとめて、こう今のあれですね、我が社に一面の故郷は支配に対するような話は、これまとめてこう話が書いてあるでしょ、それに対してこうこのだんだんと説明したんだけど、今度の話はそうじゃなくてね、一句一句上げながらそれで行くんで、その辺ね、読んでくるのは非常にこうやかな、分かりにくいね。で結局次の話はこういうことなの。説法神学大師と三生エネン禅師と行くついでに一群の巫女を見る。巫女っていうのは猿ですね。ちなみに説法を曰く、この巫女を能の一面の故郷を拝せる。三生曰く、逆光無明なり何のゆえにか表して故郷とせん。説法はさらに重症で、三生曰く、何の子宮か妥当だも知らず。説法曰く、老祖の財か、こういうこのね、そういう和の話をこう一段ずつ言ってる。でこのだから今の次のあれ読んでみますと、ちょっと読んでみますと、説法神学大師三生エネン禅師と行くついでに一群の巫女を見る。ちなみに説法は今この巫女を各々の一面の故郷を拝せる。この後よくよく山岳すべし、巫女というは猿なりいかならんか、説法の見る巫女格のごとく文殊して、さらに工夫すべし、強豪を顧みることなかれ、各々一面の故郷を拝せりとは
故郷をたとい諸物素面ないとも故郷は工場にも故郷なり御子をおのおの面々に排せりというは面々に内面正面あら一面故郷なり排すというは例えば画像の仏の裏を押し作るを排すとは言うなり御子の灰を排するに故郷にて排するなり何の糊を取得したら試みにいわば猿の裏は故郷にて排すべし故郷の裏は御子にて排するか故郷の裏を故郷にて排す猿の裏を猿にて排す各灰一面の言葉虚説なるべからず道徳での道徳なりしかあれば御子か故郷か今日そもさんは我らすでに御子か御子にあらざるか彼にか文字せん御子の御子にある一にあらず立ちにあらず御子の御子にある模索親まずそれでその次に三章を描く略行無名なり何のゆえかゆえにか表して故郷とせんでまた次の話に出てこられるですね、まあ今このところだけ読んで初めの話をね言いますと説法神学大師と三章エネン禅師とねこう歩いてたそうしたら一群れの御子を見る猿がまあ昔あれなんでしょうね、山でも行ったら信濃の山なんか猿でも普通にいたの今だって秋祖さんのいる宇治川の猿がいるの猿でもって軒場冬の軒場にこう干し柿吊るしてると猿が軒の上から屋根の上からって下がこう撮ってる写真がねこの前も出たの宇治川ってよっぽど山の中のでちなみに説法やこの御子をおのの一面の故郷を廃せる。この猿たちはみんな一面の故郷を廃すってね、これ背中に持ってるっていうんじゃないんだね、これ裏打ちしてある。これ表具するでしょ、陰軸なんかね、表具するとこう裏打ちしてるんで、そのことを廃す。廃すっていうのは大体北っていう字にね、こう北っていう字にこの肉付けを書いて、このこれはね結局こういうのらしいね、これ人間なんですね。そこへこう肉付けがあるわけです。人間が背中と背中と合わせてる、そういうのが廃す。この後、よくよくは山岳すべし御子というは猿なりいかんならんか説法の見る御子。いや説法って何を持って御子って言ってるかっていうね、格の独特文集してさらに工夫すべし境遇を顧みることなかれ、おのおの一面の故郷を廃せりとは故郷たとえ植物素面なりとも故郷は工場にも故郷なり。これ故郷っていうのはね、何植物にあっても故郷なんだ、御子にあっても故郷。これだから、で御子をおのおの面々に廃せりというは面々に内面正面ある。これもう猿の猿も いろいろ大きい猿も小さい猿もある。しかしながら面々に内面正面ある一面故郷だ、一様に故郷としてあるというのね。で一面の現在外岸なきを故郷なりというのが門下の中に出てる。だから、
また五章にはね、カッカクの御子、カッカクの鏡を拝すると心を上から、ただ一面の故郷になる。これ五章中に出てくる。だから決してその、鏡がね、猿がいちいち自分持ちの鏡を背負ってるってそんな風に返しちゃいけない。みんな例えば絵像の仏の裏を押し作るを廃すとは言わない。だから絵像の裏ね、裏打ちした御子の灰を廃するに故郷にて廃するな。この結局はね、右上非上道理浄土ってね、完成草木もともとの皆成仏ってお釈迦さんが言われた。俺そうすると猿だって右上非上道理浄土してる、みんな浄土してるっていう故郷をね裏打ちされてんだ事実。で何の余裕を取得してきたんだ、どういう裏打ちしてあるとか、どういうノリ使って裏打ちしたもんかなってね。これはね結局首相一如だ。要するに修行するっていうところにそういうこの我と大中行と道理行と三千草木ことごとく皆成仏っていうね、お釈迦さんのこのあれですね、故郷が今ここで実現するわけ。そういうノリを使われる、この修行のノリ。この身にいわば猿の裏は故郷にて廃すべし、故郷の裏は御子にて廃するか。その猿の裏は故郷で裏打ちした、そうすると故郷の裏は御子で廃するか。それはそうだ。このね結局一競争を念じて大法を説を出す、あるいは一教祭を上六根人とするっていうね、まあ天道教訓にもあるけど、一本のナッパ、これでもってそのあれですね、仏さんを作り出さなきゃなんないっていうね、そういう故郷で裏打ちしなきゃなんない。故郷の裏を故郷にて入る、猿の裏を猿にて廃す、故郷と猿とね、決して二つじゃない。でそういうために二つじゃないってことを言うためにね、故郷の裏を故郷にて廃す、それでまた猿の裏を猿にて廃す、それがそれなりに各廃一面の言葉、虚説なるべから道徳での道徳なり、これ言うべきことを言ったんだっていうことですね。しかあれば御子か故郷か必聴そもさん、こうなってくると猿なのか故郷なのか結局どうなのか、我らすでに御子か御子にあらざる、彼にか門主せん、もう我々猿なのか猿でないのか、誰に向かって聞いたらいいのか。自己の御子にて、いや御子にある、自治にある、他治にある、自己の自己にある、お策に及ばず結局ね、本当に自己が自己って言ったらもうこれ愛を追って愛知らずってことは、自分が自分であるってことはどうしても分かんない。いつもだから説に言う他に従って求むのことを、町として我と備えて自分ちものはどういうもんかってこう探したら、それはもう全く分からない。そうじゃない、自己って言われる我今一人自ら行くので、だから自分の瞳を
もう自分で見ることはできない。でそういうことですね。そういったところがその次に三章いわく略行不明なり何のゆえにか表して故郷とせる。これは三章の故郷を証明せる一面一枚なり、略行というは一心一念未亡以前なり、行為の出頭なり、無名というは略行の日面月面故郷なり影響面なり、信仰無名信仰に無名ならんには略行未だ略行にあらず、略行すでに略行にあらずば三章の道徳これ道徳にあらざるべし。しかあれども一年未亡以前というは今日なり、今日を釈迦せしめず連磨すべきなり、まことに略行無名この中高く聞こえ、何を表したか故郷とする言うとおたる。あのそしたらね、三章はまあ説法が猿を見て、あみんなこの猿たちはあのあれですね、故郷に裏打ちされてるって言ったと。そしたら三章は言う、いわく略行無名なり、故郷ってものはだから略行無名なの、名前がないもんなんだ本当は。私が言ったあの二つに分かれる以前って言ったのはね、あの こういうことから来てるわけだ。決して私がこう勝手にね、あの故郷ってのは二つに分かれる以前って言ってんじゃない。略行無名だ、何のゆえにか表して故郷とせんと、一切分離以前のものをことさらにね、故郷なんていうふうに言う。そこをあの三章が言ったわけ。これは 三章の故郷を証明する一面一枚だ。これはまあ、いかにも文句言ったみたいだ。本当は故郷を証明してる。故郷ってものそういうものをそういうもの。略行というは一心一念未亡以前だ。だからもう頭手放しっていうね、今座禅して頭手放しって、それが一心一念未亡以前です。だからここにも今ここにも出てくる。しかあれども一念未亡以前というは今日なるから、今ここでもって頭手放しって言った時は一心一念未亡以前だ。で、行為の不出頭なり、この全く何にも現れないってことね。この時間中に何にも現れない。無名というは略行の日面月面故郷なり。この無名っていうのはね、他でもない。略行未亡以前に、この日面月面というのいうあれですね、実物が私があれでしたね、思い以上の私っていう文章を書いたことある。要するに思いでつかまなくてもある実物があるんだ。それだ。でしかしその実物はって言ったら何だ、これがあるっていうもんじゃない。実物はその諸相は悲相だ、即見状態。これは金剛般若経にありますがね、諸相は相にあらず、すなわち如来を見る。私が実物っていうから、いかにも頼もしい実物がそこにコロッとあるかと思う。ただ大違い、
この実物っていうのはあのそれこそ神武神海寺院だ。この人の話はね、本当に宇治の巻って出てきたでしょ。事故っていうのね、事故っていう事故がもう無です。同時にどっちにどんでも事故見てる事故、あらゆる世界をとともにある。しかしならそれはっていうともう時々刻々なんだ。それでそれはっていうと時々刻々だから無常なんだ。でそれが悲壮なんだ。だからそうない。そうするとその時に如来を見る。ほらそうだ、如来っていうのは如来如故、来たるがごとく去るがごとく、ね、これが如来で、つまり逆光二次面二次面故郷なり名郷面なり、結局はそういうのが故郷であり名郷だ。で無名信仰に無名ならんには略行にまだ略行にあらず。無名というのは本当に名前もないんだ。名前もないという名前つけちゃダメだもんね。本当名前もないということもない。そうすると略行も略行じゃない。略行というのは、まあ、功を振るということ。結局は空母遺伝だね。それも略行も略行でない。略行すでに略行にあらずば三章の道徳、これ道徳にあらざるべし。だから三章の言ってることも意味がないこと言ってんじゃないかということはね。しかあれでも一年未亡遺伝というは今日なんだ。だから今ここなんだよ。この今この人無人海、自己人無人海、時事、これは今ここだ。これが無償、諸相は悲壮だ。それでそれは今ここだ。今これもだから座禅を通して見ていないと話が浮きますよ。座禅をして今こう頭手放しにしたところをこれだ。でそれが今日だ。今日を釈迦せしめず伝馬すべき。また伝馬って言葉が出てくるね。これ私この故郷の巻読んでところどころに馬っていうことが出てくる。はあ、これ道元禅師はこの鏡を磨くっていう話が言いたいためにこのところどころにこの伏線を置いてあれしてんだなっていうの私は思う。で誠に略光民無名、そのこの中が聞こえる。この全く略光というのはここじゃもう一心一念二望以前の思い以上だからね。そうするとこの中が高く聞こえる。何を表すか故郷とする。大将が言ったね、故郷って何を言った流動だ。いや実はあらゆるものが故郷なんだ。流動も故郷なる、波も故郷だ。それでたった同じものを無名といい逆光といい故郷だ。で結局その何にもそのあれですね、その実物っていう体は一つの無償の体だ。それは音、頭と音、もうただ違う面が違って現れる。この本当の故郷そのもの、ね、これが流行だ。この時山椒に向かいて説法を言うべし。故郷故郷と
その時説法がね、故郷故郷って遠藤、それが故郷だって言いやよかったの。説法を言いも言わず、さらに傷症でって、おい、そういったお前がそういったところのために傷が できちゃったって言ったんですね。傷できた、気ぬるとなる。これ、ここからあれなり、またちょっと長くなるから、今日はまず、この時、参照人会で結構言うべきかと思います。Amen.